どうも皆さん、工藤でございます。今回も工藤ラジ聞いていただきありがとうございます。今日はですね、お便りを紹介しようかなと思います。お便り送ってくれた方、本当にありがとうございます。実はですね、昨日の配信、2009年のアニメを、振り返ろうというね、実験企画を、やってみたわけなんですけど、思いのほか反応が良くてですね、なんかみんな求めてたのかなってちょっと、改めて実感したんですよね。まあもともとそのお便りでね、そのアニメの話もっと聞きたいですっていう風にいただいて、まあ確かに最近してないなっていうのもあって、でちょっとこうやってみようかと、いう風になったんですけど、まあ配信の中で感想とかくださいっていう風に促したのもあるとは思うんですけど、まあ YouTube でコメントしてくれたりとか、あと今回ね紹介するお便りもその内容にちょっと被ってきてるかなっていうところもあるので、なんかリスナーさんの反応も結構いい感じだったんで、これは続けなきゃあかんなってちょっと思いました。はい、ポッドキャストの方のね再生回数はそんなに回ってるわけではなかったっぽいですけど、今さっき確認したら YouTube の方がねやっぱ結構回ってるっぽいなっていう印象はありますね。まあなんかあれですかね、アニメとかのワードで、アニメっていうワードでなんか引っかかって再生してくれる感じなんですかね。他のエピソードに比べるとなんかちょっと回ってるかなっていう印象を受けました。はい、ですので、昨日実験企画ということで、前のアニメを振り返るっていうことをやってみたんですけど、ちょっとそれは続けていこうかなと思います。何年の作品を振り返るのかとか、昨日は2009年の第1位から第5位までを紹介しましたけど、あのランキングですね、まだまだあります。まだまだあるんで、はい、何位ぐらいまで紹介するべきなのかとかね、10位、20位、あんまり遡りすぎるとね、なんかちょっと紹介しづらいというか、見たけどあんまりだったなっていうのもねあったりするだろうし、あと私が見たことない作品もね、見たことないやつは見たことないやつで、面白そうだねって話ができるんでね、いいんですけど、どこまで遡るかっていうところもちょっと考えておこうかなと思います。はい、ってなわけで今日はお便りをいただいたんで、それを踏まえてね紹介していこうかなと思います。では行きましょう。ラジオネームよつばさんからいただきました。ありがとうございます。女性の方でございます皆さん。いちいち強調せんでええってな。はい、ということで、私のこのクドラジのお便りをフォームはですね、いつも皆さんにこう好きな作品とか、アニメに限らずね、ゲームとか漫画でも何でもいいんですけど送ってもらってるんですけど、よつばさんはですね、今ね入ってる今期2024年春アニメの中だと、シリーズもの、だからなんだろう、ゆるキャンとかかな、ゆるキャンとか、あとコノスマとか、そういったシリーズもの以外だと、声優ラジオの裏表、あとは神は遊戯に飢えている、夜のクラゲは泳げないあたりを楽しく見てますとのことでした。はい、この3つに関してはね、私もね、途中までは見てた。はい、声優ラジオの裏表と神は遊戯に飢えているに関しては途中までは見てた。残念ながらね、ちょっと途中であまりにも見る量が多すぎてね、見れてないんですけど、最近は夜のクラゲは泳げないは現在も視聴し続けてるんですけどね。声優ラジオの裏表っていうのはあれです、伊藤美久さんと、豊田萌さんが、ダブル主人公というかでやってる、アニメなんですけど、声優をテーマにしたアニメで、その2人ってもともとあれですよね、ユニット、声優のユニット組んでるはず。最近あんまり曲出したりとかっていうの聞かないけど、
一時期なんか結構聞いてた気がしますね。はい。まあ、そんな二人がやってる、まあ、声優のアニメですね。で、神は遊戯に飢えているは、まあ、ラノベなのかな。うん。私はちょっとね、合わなくて、1話、2話ぐらいで切っちゃったのかな、確かね。はい。ちょっと他にもね、ちょっと今期やべえのがたくさんあって、なかなか手が回らなくてね。うん。まあ、手というか目というか、が回らなくて、途中で切ってしまったんですけど、はい。夜のね、クラゲは泳げないわ。そうだな。今何話だ ?8、9ぐらいかな。うん。まあ、ちょっとあの、私の今期一押しのガルクラに、まあ、似てる部分もなんかありますよね。バンドじゃないんだけど、まあ、その、いろんな個性を持った女の子たちが、まあ、普通の、その、人生の、なんていうのかな、こう、うまくいかなくて、ちょっとルートを外れてしまった女の子たちが、こう、一緒に、こう、作品を作るというか、まあ、そういった作品になってます。結構面白いですね。はい。そんな、四つ葉さんからのメッセージ、読んでいこうかなと思います。工藤さん、こんにちは。こんにちは。以前 YU モバイルのことでメッセージを送ったことのある四つ葉ですと。はい。私も覚えてますよ。うん。いつだ。もう去年、一昨年、もうだいぶ前な気もしますけど、私ね、まあ、今も契約してるんですけど、YU モバイル契約してるんですよ。はい。格安 SIM になるのかな。YU っていうのはね、ヤマダ電機と U-NEXT の、意味なんですけど、はい。その YU モバイルをちょっと契約考えてるんですけど、どうですかみたいな相談をね、前にいただきました。はい。覚えてます。お久しぶりです。無事前の端末をドコモに返して、今年私も Galaxy S24 買いましたと。おめでとうございます。はい。仲間ですね。うん。私も Galaxy S24 使ってます。で、ついでに言っとくと、私は、これもクドラジで話しましたけど、楽天モバイルもね、今ちょっと楽天を応援する意味でもってことで、なんかばらまきキャンペーンとかね、言われてますけど、はい。契約するだけでポイントがもう、なんか半年間かな、使えば、ポイントがね、たくさん返ってきて、実質無料で使えるっていうキャンペーンやってるんで、Galaxy S24 はですね、言ったかわかんないけど、eSIM と物理 SIM 2つ使えるんで、物理 SIM で、YU モバイル使って、eSIM で楽天モバイルを使ってるっていう感じですね。ただ、まあ、YU モバイルに関しても、楽天モバイルに関してもですけど、私ほぼ家から出ないんで、家の Wi-Fi ばっか使ってるから、全然減らない。通信量。うん。ワイヤモバイルに至っては、もう、100ギガを毎回突破してしまってるので、毎月10ギガ追加されていくはずなんですけど、もうどんどん積み重なっていった結果、全然減らなくなってしまいました。毎月100ギガ使えるんだけど、使えない。使えないっていうか、使う機会がほぼないっていうね。うん。そんな状況になっております。まあおかげでね、外出た時とか、まあ全然気にせず 4K の動画とかね、うん、見たりできるんですけど、100ギガありますから、毎月。はい。で、その翌月になればまた10ギガプラスされていくんで、もうね、気にしなくなった、本当に。毎月いくらだっけな、YU モバイル。U-NEXT がついてるんでね、うん。3000円ぐらいだったかな。合計で。U-NEXT も、U-NEXT の契約と、そのモバイル、その通信の料金含めて3000円くらいだったかな。確かね。うん。まあ、それで、毎月ね、100ギガ、もう何の心配もなく使えるっていうんであれば、まあ、悪くはないかなと思ってます。はい。Galaxy S24 ね。私も非常に気に入って使ってるんで、はい、おすすめでございます。続き読みますね。昨日の、まあ、2009年のアニメの振り返り面白かったですと。ありがとうございます。そして懐かしかった。社会人になってすぐくらいだったので、慣れない仕事の中、このアニメで気分転換してたなと思い出しましたと。はい、この四つ葉さんはですね、私よりもちょっと年上の方なんですけど、まあそうですね、私がだから高校生くらいだもんね、2009年って言ったから、で、社会人になってすぐくらいですからね。ちょっと年上ですよね。
はい、まあね、ありますよね、なんかアニメって、うん、まあ、曲もそうだけど、なんかあの、あ、当時こんなことしてる時に見てたなとかさ、楽しんでたなっていう、こういうことで悩んでた時になんか助けられたなみたいな、ありますよね、わかります。うん、はい、もともとクドラジを聞き始めたきっかけはアニメのことを話してるポッドキャストを探したことがきっかけだったんで、最近またアニメやゲームの話が増えて嬉しいですと。はい、まあ、やっぱアニメできっかけで聞いてくれる人多いんですかね。まあ私は別にあのアニメ作ったこともないし、別に声優さんやってるわけでもないので専門家ではないんですけど、うん、ね、まあそういうアニメの話聞きたいっていう人っていうかことをきっかけにやっぱ聞いてくれること多いのかな。あんまりね、聞いたことないんですよね、その別にアンケート取ったことがあるわけじゃないから、クドラジを聞き始めたきっかけって何ですかとかね、あんまり聞いたことないんだよね。うん、まあたまにあの、なんだっけ、前お便りくれた人はあの私がガス管を爆発というか、うん、中に入っているその薬をね暴発させたことがあるっていう話のエピソードきっかけでクドラジ聞き始めましたみたいな、まあ、ちょっと変わった方もいましたけど、うん、まあアニメとかゲームの話がやっぱ多いんですかね。まあ、ちらほらしてますからね。はい。ただ最近はちょっと少なくなってたから、まあまたこうやってアニメの話が聞けて嬉しいですということでね。はい。そして機会があれば、工藤さんの人生に影響した、過去人生に影響するくらい感銘を受けたアニメベスト3みたいなのも聞いてみたいですと。これからも配信楽しみにしてますというふうにいただきました。そうね、人生に影響したアニメベスト3ね。うん、まあ私これ前もってあの文章読んでたんで、あのなんかあるかなって考えたんだけど、まあ今日はちょっと長くなりそうだからね、別でちょっとこう回を設けて話そうかなと思ってるんですけど、うん、人生に影響した、人生に影響するくらい、まあ、感銘を受けたアニメか。前にそのあれですね、私がおすすめするアニメ、おすすめって本当にもうあのクールとかもう放送時期とか関係なく今まで見てきたアニメの中で、いやこれは見とけよみたいな作品を確か紹介したことはある気はするんだよね。うん、はい。ただそれがまあなんていうか、自分の人生に影響を与えたかと言われるとまたちょっと違うかなっていう気もしてます。まあもちろん与えたものもあるんですけど、うん、そうですね、まあたくさん見てきましたからね。うん、まあ泣いたやつもあれば、うん、そうですね、いや難しいな、人生に影響か。うん、まあちょっと考えておきます、本当に。うん、なんか皆さん、ぜひ皆さんもちょっと考えてみて、今まで見てきた、まあアニメじゃなくてもいいよ、なんだったら、うん、漫画とか、まあ、ゲームでもいいんですけど、なんか自分が楽しんできた、まあ、作品の中で、いやこれ自分の人生に影響を与えてるなーっていう、人生観変わったなーみたいな作品あれば、ぜひまたお便りとか、まあ、コメントでもいいですし、はい、送っていただけると嬉しいかなと思います。うん、気になるよね、みんなが何にこう影響を受けているのかね。なんだろうね、どういうのがやっぱみんなに影響を与えるんだろう。やっぱ斬新なやつ、まあ何これっていうやつに限ってやっぱ結構そのね、なんていうかこう影響を与えやすいってところはあるよね。うん、まあやっぱ他のアニメにもあるような似たような感じになると、まあ面白いけど別にその多大に人生に影響を与えるかっていうと、まあ、ちょっと違うかなっていうのもありますし、難しいね。うん、それこそまあ人生に影響を与えたかって分かんないけど、ちょっとしたきっかけになってるのはやっぱね、私の中ではスポーツ系の作品とか、うん、まあなんだ、ハイキューとかさ、まあ、スラムダンク、私はスラムダンクアニメは一応全部見たはずなんですけど、だいぶ昔に、うん、とか、まあ、テニスの王子様とかさ、懐かしいね。うん、まあああいうのってやっぱそのなんか子供の頃とか見てると、その
アニメに影響を受けてその部活に入ってみたりとかさ、あるじゃない。うん、それこそ言ったことあると思うけど、私中学の時そのテニス部だったんですけど、ソフトテニスね、公式じゃなくてなんですけど、当時やっぱそのテニスの王子様とかねやってましたから、はい、まあ、そういう影響もあってちょっとテニスやってみたりとかね、うん、してたんで、まあ、そういう意味では影響を与えてたんかなっていう気はしますよね。うん、テニスの王子様、テニプリね、はい、とか、あとは、あ、ダイビング始めたきっかけも結局あれですよ。まあ、ダイビングアニメって言っていいのか分かんないけど、あのグランブルね、うん、ギャグ9割1割ダイビングのあの作品なんですけど、しかもそれに関しては漫画もずっと読んでるから、うん、アニメだけじゃなくて漫画ずっと読んでるから、これ買ってね、うん、っていうのもあるので、まあなんか人生を変えるまではいかないかもしれないけど、何かしらのきっかけにはなったりはしてるなっていう印象はありますね。スポーツ系の作品とかはやっぱなんかやりやすいというか、そのまあ、それこそ異世界に転生するとか無理じゃないですか。異世界転生もの作品を見てさ、よしじゃあ俺も異世界転生してみるかってなって、あのね、道路の真ん中走っててドーンってトラックに引かれてさ、無事異世界転生できました、やってみました、人生変わりましたはとはならないでしょね。だからなんかその手をつけやすいというか、チャレンジしやすい作品としてはやっぱそのスポーツ系とか、うん、まあ、スポーツに限らず、なんかその趣味のものとかね、それこそ山のすずめとかさ、山のすずめで登山始めましたとか、ゆるキャンでキャンプ始めましたとか、まあ、そういうのはあるんじゃないかなって思いますね。うん、新たな趣味が生まれましたとか、あとなんだろうな、バイク始めましたとかさ、なんかあの、なんだっけ、バイクのアニメとかありますよね。なんだっけ、忘れちゃった。なんだっけな、爆音か、爆音っていうね、あの軽音みたいなロゴというか、はい、やつがありますけど、あれとか見てね、ちょっとバイク乗ってみたいなとか思い始めたりとか、弱虫ペダル見て自転車レースやってみたいなとかね、ありますよね。うん、まあ、そういうのは個人的にはちょっとあるかなとは思いますけど、多分でも求められてるのは多分そういうんじゃないんだと思うんだよね。うん、なんか人生観変わりましたっていう作品なんじゃないかなとは思ってますけど、はい、まあ、皆さんもぜひなんかあればそういうのね、ぜひ送ってみてください。はい、っていう感じですかね。うん、まあでもとりあえずあのアニメの話はあのやっぱ求められてるっぽいので、ちょっとね、まあ他にもね、その最近だと AI とかハマってるんで、そういう話題多くなりがちなんですけど、うん、まあ私毎日配信してますから、やっぱ時々何の話しようかなみたいな、ちょっとネタ尽きたなみたいな時あるんですよ。うん、よくあるんだよ、よくあるかな。そういう時にアニメの話とかね挟むのはありかなとは思いますね。うん、 あとねゲームの、レトロゲームの話聞きたいっていうコメントもいただいたんですよ昨日。うん、でレトロゲームってあの、まあ、そもそもどこからがどこまでがレトロゲームなのみたいなところもあって、うん、私ね、そのゲームは任天堂64かな、多分本格的にっていうか、そのちゃんとゲームを遊び始めたの、テレビゲーム、うん、任天堂64スタートで、でその後プレステ2とかかな、うん、でプレステ3とか、まあその後その前にゲームキューブとかもね持ってましたけど、そうだね、まあそのあたりなんですよ。うん、だからそれよりも古いなんかプレイステーション1とか、あとなんだ スーパーファミコンとかね、その辺に関しては私触れたことなくて、あんまり家にですね、その父親が買って置いてあったりはしてたんですよ。うん、それこそプレステの FF かなんかかなとか、スーファミだとなんかドラクエとかかな、うん、が家にあって、まあ、ちょっと触ったりはしてたんですけど、まあ、何せやっぱ小学校低学年とかそんなぐらいのレベルなんで、うん、ぶっちゃけあんま覚えてないし、うん、ちゃんと遊んだ記憶はないんですよね。
うん、だからね、一応記憶を遡ると任天堂64でゲームを遊んでた、それこそなんかドンキーコングとかかな、うん、を遊んでた記憶はあるんですけど、だからそっからスタートになっちゃうんでね、私の中のそのレトロゲームっていうのは、うん、でどこまでがレトロゲームかっていうと、なんかそのコメントしてくれた方はあのプレステ3よりも前って言ってたかな、まあレトロゲームだと私は捉えてますっていう風に言ってたんで、まあならいけるかとは思ったんだけど、うん、だから任天堂64、プレステ2、あとなんだゲームキューブ、あと持ってたゲームなんかあったかな、まあプレステ3もね持って遊んでましたけど、プレステ3はね一番最初に遊んだゲームは確かレジスタンスだった気がするレジスタンスっていうね、あのいわゆる FPS か FPS のゲームがあったんですけど、それをやってた気がしますね。あとはあのプレステ3出た当初にあの発売されてたガンダムのゲーム、これ分かる人いるかな、ガンダムのゲームがあったんですよ。それをねなんかやってた記憶はありますね。うん、いやまあプレステ3を手に入れる経緯に関してはちょっと面白いエピソードが実はあったりもするんで、なんかいつか話せたらいいなとは思いますけどね実はプレステ3は結構奇跡的に手に入れたっていうところがあるので、うん、まあちょっと今日はあえて話しませんけど、いずれ話したいなと思います。はい、まあですね、だからアニメはその高校ぐらいからねがっつりハマって見始めたんだけど、まあゲームをそれ以降そんなに、うん、どっちかっていうと比重がやっぱアニメに寄ってったんで、なんかいろんなゲームやってるかって言われるとわかんない。うん。まあ、もちろんゲームやらない人からしたら、まあ結構やってる方なのかなとは思うけど、昨日もね、ちらっと言いましたけど、プレステ2の鬼武者とか、ね、懐かしいよね。うん。デビルメイクライとかね。まあやってたんで、まあその辺の話聞きたいみんな。どうそんなに詳しくは話せないですけど、レトロゲーム。うん。なので、まあ、もうちょっと要望があったらやってみようかなとは思いますけど、ただ、アニメみたいにね、その、年代で遡れる、なんかサイトとかがあんまなくて、うん。しかもゲーム作品ってめちゃくちゃあるじゃないですか。しかもその大半が自分が遊んだことないゲームばっかりなんで、うん、ちょっと、その、ポッドキャストのシリーズ企画としてやるのはちょっと難しいかなっていう気はしてます。アニメは本当にね、あの、アニコレとか使えば、年代で遡ったりとかさ、ランキングでとか、ね、結構見てるものも多いんで話しやすいんですけど、ゲームはちょっとね、私の都合にはなってしまいますけど、ちょっと難しいかなっていう感じはしてます。はい、まあ、そんな専門的なことを求められてるとも思ってないけどね、うん、そんなガチのレトロゲーム紹介してほしいってわけではないと思うんだけど、うん、まあ、軽く私のゲーム遍歴が知りたいぐらいなのかなとは思ってますが、はい、まあ、ちょっと機会があったらまたね話ができたらいいなと思ってます。はい、そんなところか。まあ、とにかくあの懐かしアニメの振り返りシリーズはちょっとやっていく予定なんでよろしくお願いします。まあなんかあのこんな企画やってほしいとか、まあ、昨日も言いましたけどね、お便りとかコメントとか、まあいろいろ待ってますんで、うん、いつでも受け付けてますんで、よかったら送ってみてください。あとね、四葉さん、あの今回もお便り送っていただきありがとうございました。はい、というわけでじゃあ今回はここまでにしたいと思います。ここまでクドラジ聞いていただきありがとうございました。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。